おい、ちんたらやってんじゃねえ。ちゃんと働け。あ、はい。あれは確かトロスト区の商会の会長だね。内門を通って住民が避難するとき、彼らより先に自分の荷車を通そうとしたと聞きました。有害な獣め。兵団の上層部とも懇意だから始末に追えないんだよ。兵士が住民の命や財産を守るため奉仕するのは当然だと思っているから、無茶な要求もしてくるんだ。誰に対しても威張り散らしているし、きっと従業員の人たちも苦労しているんでしょうね。なんだ貴様、文句でもあるのか。いえ、とんでもない。会長には感謝してるんです。この仕事のおかげで食いっぱぐれずに済んだんだから。当たり前だ。俺がいる限りお前らを路頭に迷わせたりはしない。ええ、これからもお願いしますね。うん、有害なだけでもないように見える。へえ、これは意外だね。自分勝手で横暴な人だと思ってたけど、彼らにとっては立派な上司なのかも。